バンドロゴ・ラモーンズはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市で1974年に結成されたパンクロックバンド、ニューヨークパンクの重要バンドの一つで、後のパンクムーブメントに大きな影響を及ぼした。2002年、ロックの殿堂入り、ローリングストーン誌が選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティスト第26位、ノルウェーオスロ公演1976年以降のロンドンパンクムーブメントに大きな影響を与え、アメリカ合衆国よりイギリスで評価が高いバンドである。南米でも人気があり、アメリカでは主にライブハウスばかりだが、アルゼンチンではエル・モヌメンタルでライブした。また、今まで誰も公演を行ったことのなかった地域にも積極的に出向き、以降そこにバンドが生まれるということもあったという。デビュー作から3作目までのアルバムは、ロック史上に残る重要なアルバムと評価されている。1979年に発表した5作目のスタジオアルバム、End of the Century はバンド史上最大のヒットアルバムとなり、2012年に至っても大リーグの試合でこのアルバムの曲が演奏されるなど、アメリカ人に深く浸透している。メンバー全員ラモーンの姓を名乗っているが、メンバー間に血縁関係はない。これは、ポール・マッカートニーがビートルズの前身シルバービートルズ時代に使っていた芸名ポール・ラモンにちなみ D.D. ラモーンが名付けた。デビューから解散まで基本的なスタイルは変わらずビートルズやビーチボーイズの影響を強く受けた音楽性、単純明快でストレート、キャッチーなメロディで反対性なだけでないラブソングも多く、コードは3から4つのみ。ダウンストローク一辺倒のハードなディストーションを効かせたギター、リズムは8ビートが中心、スピーディーな2分前後の曲がほとんどだが、中期以降になるとキーボードやシンセサイザーなどの鍵盤楽器やクリーントーンのエレキギターやアコースティックギターを使用したり、コーラスワークを多用するとサウンドにバリエーションが加わり、曲の長さも3分や4分を超える楽曲が出てくるようになった。ビジュアル的には、ライダースジャケットと破けたジーンズ、ジョニーの愛用ギターのモズライと、DD と CJ が使用した、フェンダープレシジョンベースというトレードマークも、最後まで変わらなかった。2001年の MTV ミュージックアウォーズの壇上で、U2 のボノはマーキー・ラモーンに、もしラモーンズが存在しなかったら、U2 も存在しなかっただろうと発言して、敬意を表した。その後、ボノとマーキーは何度もステージで共演している。マーキー・ラモーンは他にエルヴィス・プレスリーの娘リサ・マリー・プレスリーとも親しい。ラモーンズのリスペクトパーティーにはショーン・レノンも出席した。オリジナルアルバム、編集ベストアルバム、編集ライブアルバム、編集サウンドトラック、編集1980年初来日、NHK ホール及び西部劇場、京都会館別館でライブを行い、NHK、レッツゴーヤングにも出演した。共演したシーナ&ザ・ロケッツは彼らのサウンドに惚れ込み、同じアンプを買い求めるほど影響を受ける。その後も、相川誠の自宅に上位が招かれたり、シーナ&ザ・ロケッツとして、マーキーと共演したりするなど、親交を続けている。後に、芥川賞作家となるミュージシャンの町田康も、同じ年に共演している。1988年、1990年、1991年、川崎クラブチッタとマザ有明での公演であったが、マザ有明が経営不振により閉店してしまったため、浅草ときわざで代替公演が行われた。1993年、1994年、1995年、ラストツアー。2003年に公開された映画、End of the Century は、ラモーンズの初めてのドキュメンタリー映画であり、バンドに関わった多くの人々の証言をもとに、ラモーンズの光と影を記録している。ジョニー・ラモーンはこの映画について、僕たちの重くて暗い側面を表現していると語った。この映画は2003年のスラムダンス映画祭で、約2800作品の中から、コンペ部門の28本に選出され、ザ・デクラインの監督、ペネロープ・スフィーリスの紹介によって上映され、ベストドキュメンタリー賞にノミネートされた。同年5月のロサンゼルスプレミア上映ではレッドホットチリペッパーズやグリーンデーなどの有名アーティストが多数出演したトロント国際映画祭、ベルリン国際映画祭の上映はメディアで大絶賛された。日本では2004年11月、シネセゾン渋谷で夜間のみの上映を行ったが、昼間の上映も追加するヒットとなった。DVD 化されたパッケージでは、メンバー及び、ロブゾンビ、エディ・ベダー、デボラ・ハリー、メタリカ、レッド、ホットチリペッパーズ、ランシドのインタビューが収録されている。ありがとうございます。